マニウス・アクイ・リウスは古代ローマのアクイ・リウス氏族出身の軍人、政治家。おそらく紀元前129年の同盟の執政官の息子で紀元前101年には執政官を務めた。354年の年表にはアキリオとされており、能面はアクイ・リウスとも表記される。カピトリーの美術館神宮殿に飾られているマリウス像・アクイ・リウスは ガイウス・マリウスの忠実な部下として、キャリアを積み、マリウスが4度目の失勢官を狙う選挙、運動中には、キンブリ族の攻撃があれば、すぐにマリウスと交代できるよう、軍の司令官を任された。紀元前101年、アックイ・リウスのこれまでの忠説に対して、マリウスは自分の同僚となる失勢官につけることで報いた。この年、ローマは、 シキリア属州で起こっていた第二次奴隷戦争によって食糧を不足に悩まされており、アクイ・リウスはこの鎮圧を任された。彼は期待に応えて反乱の首謀者サルウイウスの軍勢を完全に屈服させ、紀元前99年にはローマで障害戦式を挙行した。紀元前98年、アクイ・リウスはルキウス・フフィウスによって シキルアでの圧勢を告発されたが、99年の執政官、マルクス・アントニウス・オラトルに弁護され、確固たる証拠はあったものの、その功績を考慮され、無罪となった。紀元前90年、アックイ・リウスは、ポントス王ミトリダテス6世の作望によって、追放され、ローマに亡命していたビチュニア王にコメデス4世を、福井させるため、昭和ジアへと送り込まれた。アックイ・ リウスは、目的を達成したものの、さらにニコメデスを消しかけ、ポントスを攻撃させた。このことはミトリダテスによる反撃を誘うこととなり、紀元前88年第一次、ミトリダテス戦争の火蓋が切られた。小アジアの位置関係。濃い紫と紫が、当時のポントス王国で、左下アシア属州の表記の左にペルガモン、右上に、 ビチュニアがあるミトリダテスは、プロトスタキウム付近でアクイ・リウスを打ち破った。アクイ・リウスは、イタリア半島へ逃げ帰ろうと何とか、レスボス島までたどり着いたが、ミュキレネの住人に捕まり、ミトリダテスに引き渡された。本土へと送られた後、彼は、ロバの背に乗せられ、ペルガモンまで引き回され、道中、自分がアナトリアの人々に対して犯した罪を告白するよう、 強要されたというのもアクイ・リウスの同盟の父は以前属州総督としてペルガモンを統治しており彼の課した重税に苦しめられたことを住民たちは忘れていなかったそのためこのアクイ・リウスも父と同じく税を貪っていると考えられており土地の人々からは嫌われていたアクイ・リウスは最終的にミトリダテスによって 口の中に煮えたぎる金を流し込まれて処刑された。この処刑法は有名になり、信頼度の低いいくつかの記録によれば、三党政治の一角を占め、ローマで最も裕福な男であった、マルクスリキニウスクラススを処刑する際、パルティア人によって踏襲されたという。この記事には現在パブリックドメインである次の出版物からのテキストが含まれている、スミス、ウィリアム、 エド、ディクショナリーオブグリークアンド・ロマンバイオグラフィーアンド・ミソロジー、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。